ターアナスさんを尾行して夢世界にダイブとか。妬むなよロイドさん、あた。え、聞き捨てならないセリフでございますね。ま、嘘よそんなの。アーナス様は毎晩わまあ待てよ、ネタって言っても俺はただ。殺す。ロイドさんに貴族の彼女？寝かせてくれないってのはその彼女のこと、この手紙のことで。ロイドさん、紛らわしい物言いは。アーナス様の後をつけてるってだけでも私は嫌ですけど。無自覚なストーカーほど恐ろしい。自覚ありありのストーカーに言われたくないわ。まあまあ、誤解が解けてよかったよ。それで彼女ヒナ、今度の聖女には期待がかかってる。夜を完全にやんごとなき血筋を絶やすわけにはいかないというわけですね。いいですな、ブルジョア様は。で、私にどうしろって？まさか。もっとやばい話だ。これラブレターじゃ。文面じゃない。これブルーブラッド、まごうことなき純血の妖魔の血です。恋に効く魔法の品とかなんとかで高値で取引されていましたな。教皇庁が厳しく取り締まったはずですかね。いやはや残っていましたか。そのインク、そんな人間の血で作ったインクを想像してごらんなさい。まして妖魔は人間よりずっと個体への執着が強い。その血が、それが仲間の血だと分かればそりゃ徹底的に報復するでしょうね。そうだったのですか。そんなわけでインクは破棄させた。貴族のスキャンダルは何かと金になるからな。取引しろと言ってきや。そんなもん、純血の妖魔が手紙を買ったやからごと。まあそうだろうな。だけど。分かったよ。手紙を貸してくれる？取引場所。俺にとってその手紙は全財産かけても取り戻したい。背景、愛するあなたへ。家族会議の結果、つまりあなたとはこれで本当にお別れになってしまいます。あなたの愛がここで途切れてる。ロイドはこの